何度来てもすごいところだよね。この風景が本物じゃないなんてまだ信じられないよ。地面を歩いている感触や風が髪を撫でるこの感じも現実そのままなのに。でもまた何かトラブルが起きるかもしれないから、早めにこの環境に慣れておかないと。もしかしたら他に変なところがあるかもしれないし、今日は調査も兼ねた練習をしておきたいかな。しっかり狙って。だあ！この辺も今のところは大丈夫そうだね。どうしたの？実はそうなんだ。攻撃の仕方というか戦い方がいまいちつかめてなくて、元の世界でこういう動きが必要な盾のある仕事はあまりしたことなかったから。それもまだできないんだよね。魔法を使いやすくなるコツがあるなら教えてほしいかな。呪文を唱えるか。試しに練習してみようか。わかった。モンスターに剣を向けて唱える感じでいいの？静かなる青の息吹を、我が剣に宿りて敵をうがて、ラズールレオ。ここまでうまくできるなんて、呪文詠唱いいかもしれない。もちろん任せて。今のうちにコツをつかんでみせる。静かなる青の息吹を。我が剣に宿りて敵をうがて。ラズールレオ。コントロールもだいぶできるようになったし、まあ悪くはないかな。そう言ってもらえると嬉しいね。ただ剣の腕も少しずつ磨いていかないとね。異変も特になかったし、今日はいい練習になったよ。今度一人でクエスト行くときも試してみる。なあ、あいつらか？さっきやたら呪文唱えてたの。あそこまで凝った呪文とか使うのは結構珍しいよな。青の息吹って何なんだろう。別にいいけど、なんでそんなに焦ってるの？変なの。そうだね。それじゃあ戻ろう。あれ？
散歩。まだ椿ヶ丘がどんな場所かよく分かってないし、時間もあるからいろいろチェックをしようと思って歩いてたんだ。ううん、特にないよ。とりあえず歩いてみて目に入る場所があればって思ってたくらい。そんな、いいよ別に。休みなんだから。あんただって用事とかあるんじゃないの？どうしたの？いきなり変なこと言っちゃった？そうなの？確かにその方が分かりやすそうだし、案内してもらっちゃおうかな。高校の雰囲気とかは私たちの時代とあんまり変わってないんだ。そっか、近未来的な見た目にしてもやることは普通に勉強とかするだけだもんね。遠くまで見えるし、いい場所だね。街並みも私たちの知ってる時代とほとんどそのままだ。ちょっと都会っぽい雰囲気の場所だね。こういうところもあるんだ。ここなら私たちの住んでるマンションからそこまで遠くないし、買い物にも来やすそうだね。そうする。学校を見た時も思ったけど、近未来っぽい雰囲気のお店とかってないんだね。なんかこの時代だからこその面白いお店ってあったりするの？すみません、ちょっとよろしいですか？え？私？初対面の人が何の用？おっと、失礼しました。私こういうものです。はい、彼女を一目見た時にティンと来まして、間違いなくトップアイドルになれる輝ける素質を持った方と感じました。もしよろしければパリプロでトップアイドルを目指してみませんか？なんでもない、ちょっとね。私実はもうアイドルとして活動してるんだ。だからパリプロには行けない。え、そうだったんですか。そうとは知らず失礼しました。ちなみにどちらの事務所でお仕事をされてるんですか？それは、とにかく事務所にも所属して活動しているので、すみません。ほら行こう。ああ、せめて名刺だけでも。行っちゃったか、残念。でもあれだけのオーラがある子なら雑誌や情報で見たら絶対に忘れないと思うんだけど、一体。ここまで来ればいいかな。ごめん、急に走っちゃって。きっとプロデューサーが私を育ててくれたから、ぐっとアイドルらしくなれたのかも。まさか2回目のスカウトがあるなんて思ってなかったから、ちょっとびっくりしちゃったけど。あれはプロデューサーにスカウトされた時のことを思い出しちゃって、あんな風に
慣れた声のかけ方じゃなくて不器用な感じだったけど、真面目に私のことを考えてるのが伝わる話し方だったなって、なんか懐かしくなっちゃったんだ。そんなことしてないよ、多分あんまり。プロデューサーも向こうで心配しているかもしれないし、早く向こうに戻ってまた一緒に仕事頑張らないと。いらっしゃい。いらっしゃい少年。学校帰りの買い食いかな。クレープ屋のアシスタントってことで今日は来てもらってんの。ほら、こっちに来てからアキラさんにはずっとお世話になってるからさ、私が何か手伝えることないかなって思ってアキラさんに聞いてみたんだ。私としても手伝ってくれるって言われたら断る理由はないからね。それに向こうの世界に戻れるまでまだ時間もかかりそうだからちょうどいいかなって思って。というわけなのよ。はい、少年用のクレープ300円ね。まいどりーっと。そうだ、少年も来たことだし、私はちょっくら休憩に入ろうかな。そういえば、私が来るまでアキラさん一人でやってましたよね。そうそう、ちょっと小休憩が必要。てなわけで少年が私の代わりに手伝ってあげてね。よろしく。あれ、いいの？お客さんもそんなにいないし、私一人でも大丈夫だと思うよ。わかった。それじゃあお言葉に甘えて。あ、今日はクレープ屋来てる。みんな早く行こうぜ。私今日はチョコクレープ。手伝ってもらって正解だったかも。いらっしゃいませ。どのクレープにするのかな。私ストロベリー生クリーム。チョコクレープの人手あげて。1、2、3。うん、チョコクレープ3つ。どうしよう、どのクレープにしようかな。迷ってるの？今日はどういうクレープが食べたい気分なのかな。いろんなフルーツが食べたいかも。ならトロピカルクレープはどうかな。フルーツいっぱいだし、アイスも入ってるから気に入ると思うよ。あー、美味しそう。じゃあこれ1つください。はい、それじゃあできるまでちょっと待っててね。クレープを。はい、お釣りとクレープね。ありがとうございました。わーい。クレープ屋さんはね、もともと実家の花屋を手伝ったりしてたから、そのあたりは慣れてると思うよ。おすすめを紹介できるようにクレープのメニューも事前にチェックしたからね。お菓子はプロデューサーにお世話になったお礼で作ったりしたから、その影響かもね。うん、もうね。
犯人の前とか、うずきやみおがいるところでは、照れくさいから言えないけど。あ、私がこう言ってたのは、二人には話さないでよ。からかわれそうだし。みんな喜んでくれていたし、アキラさんの香りはちゃんとできたみたいだね。どういう仕事でも誰かが喜んでくれる顔が見れるのってやっぱりいいね。うん、ライブ中に私のことを応援してくれる人とかね。仕事は大変だけど、ファンの人が喜んでくれる姿を見ると嬉しいし、もっと頑張れるって思えるんだ。まあ、大きなライブは無理だけど、持ち歌を披露する機会くらいならあるかもね。あんまり期待はしないでね。あ、いらっしゃいませ。今日もクエストをしながら変なところがないか探してみようか。練習したからなんとかね。魔法を使い始めてからレベルも上がりやすくなったし、早めにモンスターと戦うコツをつかめておいてよかったよ。大丈夫、飛び出してきたら攻撃させずに倒してみせるよ。あれ、かわいい。この子も敵モンスターなのかな。それなら連れて行こうよ。このまま放っておくのもかわいそうだし。わかった。ほら、怖くないからこっちにおいで。止まって、あそこにモンスターがいる。ピニャコラタがいないかチェックはしてたけど、見当たらないし、大丈夫そうかな。あれ？この子、急に震え始めてる。どうしたの？どうしたの？いきなり。なんで泣き出しちゃったの？犬なら飼ってるからわかるけど、猫はちょっとわからないよ。どうしよう。ほら、よしよし、いい子だから落ち着いて。大きい。もしかしてここのボスモンスター？ボスだったらクリアのためにも倒しちゃえばいいよね。
ここは私に任せて、援護をお願い。それとこの子を預かってて。ありがとう。私は負けない。ここで歩むことをやめるなんてできないんだから。輝ける金星よ、我が手に強い浄化の力をなせ。青の剣を受けよ、アイオライトブルー。一撃で決まったね。これが私の本気だよ。それほどでもないよ。ここまでうまくできるなんて思ってなかったし。やっぱりさっきのモンスターに怯えていたんだね。落ち着いてくれてよかった。向こうに走って行ったし、きっと家族の元に帰れるよね。でもこんなに早く別れるなら、もっとあの子を触っておけばよかったかも。だね。向こうの世界に戻れたら、猫好きの子と一緒に猫カフェに行ってみようかな。アキラさんからお使いを頼まれたんだ。近道しようと思ったんだけど、道が分からなくなっちゃって。携帯にメモか。あれ、アキラさんからメッセージが来てる。なんだろう。お使いを頼んだやつだけど、実は夕方からタイムセールでちょっと安くなるんだよ。なのでちょっとそこで暇を潰して待ってて。確か今日はイベントとかやってる日だから、よろしく。だってメールにお菓子のクーポンも一緒についてる。しかも2個。でも待ち時間があるなら、どうして早めにお使いを頼んだんだろう。うん、チケットも2枚あるし別にいいよ。もう食べ終わっちゃったけどね。まだ時間もあるし、少し見て回らない？さっきアキラさんのメールにもあったけど、何かイベントをやってるみたいだし。くじ引きキャンペーンに、フリーマーケットに、あれ、あっちに人が集まってる。あら、もしかしてあなたたち、カラオケチャレンジに参加するの？カラオケチャレンジ？そう、商店街主催の大会よ。みんなの前でカラオケのパフォーマンスをしてもらって、審査員の評価が高かった人には特別商品をプレゼントしてるのよ。どう？やってみない？you
そういえばライブを見てみたいってこの前言ってたよね。別の曲を歌うことにはなるけど、いつもやってるパフォーマンスを混ぜながら歌ってあげるよ。そこまで言われたからには私がアイドルだってことを証明してあげるよ。あなたは参加ね。わかったわ。それじゃあこっちで待っててね。さて次の挑戦者はエントリーナンバー14、渋谷凛さんです。私の時代に合った曲はカラオケで見つけられたから、夏メロとしてみんなも乗りやすいはず。さてとびっくりさせてあげる。それでは皆さん聞いてください。おお、なんだあの子の歌声、めちゃめちゃ声が通るな。歌いながらパフォーマンスもちゃんと見せないとね。踊ってるのに全然声がブレないってすげえな。いいぞジョーちゃん。よし、次はみんなでコールいくよ。せーの、ヘイ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 。すごい、本物のアイドルみたい。もしかしてプロの子だったりして。ただいま。カラオケだったけど見た感想はどうだった？リハとかレッスンはしてないから全開ってわけじゃないんだけどね。でもライブを見て喜んでもらえたならよかった。さてそれではチャレンジの結果を発表します。審査の結果、特別商品はエントリーナンバー14番、渋谷凛さんにプレゼントいたします。おめでとうございます。え、私？呼ばれた時にちょっとドキッとしちゃった。初めてオーディションに受かった時みたい。今回の商品はお米10キロと商品券1万円です。では渋谷さん、こちらをどうぞ。ありがとうございます。これどうしよう。って、いけない。そろそろ安くなってる時間だから買い物に戻らないと。私一人じゃさすがに運べないし、ちょっと手伝ってよ。私のライブ代っていうことでダメかな。ありがとう。もしかしたら売り切れちゃうかもしれないし、早く行こう。いきなり呼び出しちゃって。お、今日は早いじゃないか少年。ご褒美としてクレープをタダでプレゼントしちゃおう。私先にクレープもらったけど、アキラさんの新作美味しかったよ。はいどうぞ。さて、少年はどこが新作なのかわかるかな？でしょ？だから不思議でさ。アキラさん、これ何が特別なんですか？実は、お砂糖を使ってないんだよ。でも甘くてなかなかすごいっしょ？ちなみに人工甘味料もなし。カスタードの風味もするし美味しいのに砂糖なしってどうやってるんだろう。
アキラさんからちょっと話があってね。最近アストルムでもピニャコラタが減ってきてるから、もう少しで向こうの世界に帰れるようになるかもって聞いたんだ。まだ確定じゃないけど、前に比べたら発生数が減ってきてるからね。慌ただしすぎて解決してる実感が全然ないんだけどね。知らない未来に来ちゃった時はどうしようって気持ちで頭の中がいっぱいだったから。いやー、私が巻き込んじゃったのに協力してくれて本当にありがとね。その巻き込まれたのは事実ですけど、アキラさんにはいろいろお世話になりましたから。マンションを用意してもらったりとか、助けられた恩はしっかり返したいって思ったので。リンちゃん、なんていい子。私は感動したよ。こんな子が今時いるなんて。アキラさんもだけど、あんたにもお世話になったからさ。今日呼び出したのはプレゼントをしたいなって思って、その感謝の気持ちっていうか、いつ帰れるようになるかわからないから早めにお礼をしたくて呼んだの。私の気持ちの問題だよ。お金ならアキラさんのクレープ屋さんを手伝ったバイト代があるし、普通のバイトよりも時給はよくしといたから結構上げてるんだよね。ありがとうございます。だからあんたにこのお金でプレゼントを買って、そっか、わかった。それじゃあお金のかからない記念品って、そうだ、写真とかはどう？私と一緒に記念写真を撮ろうよ。あー、それはちょっとやめた方がいいかもしんないね。別世界の人間の姿が残っちゃうと観測できるデータがまだこっちの世界にあることになるし、絶対ダメとは言えないけど何か影響がありそうだからね。さっきも言ったけど、私の気が済まないんだって。何か他にないかな。プレゼント、渡すもの、お金がかからない。そうだ、それならサイン色紙とかどう？これなら私の画像も残らないし。大丈夫、確かカバンに予備を入れてたから。うん、あった。書くからちょっと待ってて。リン・シブヤっと。よし、できた。はい、私のサイン受け取って。この世界にたった一つだけしかない私のサインだから、友情の証として大切に取っておいてよ。これくらいだったらセーフセーフ。本人の画像が残るのに比べたら全然問題ないだろうね。アキラさんのお墨付きも出たし、これなら大丈夫そうだね。さ、どうぞ。あ、いけない。名前も書かなきゃね。さっきも言ったけど、大事にしてよね。鍋敷とかにしたら許さないから。それじゃあ改めて、本当に私たちを助けてくれてありがとう。もちろん。
トップを目指して、またレッスンや仕事を頑張るよ。そうだ、もしそのサインについて誰からもらったのって聞かれたら、アイドルからのプレゼントって答えておいて。よろしくね、ファン第1号くん。